はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、今年入ったジャイアンツの新人選手、社会人卒のね、選手が多くて、即戦力ルーキーというふうにね、言われてましたけども、まあその支配下5名の選手がですね、まあシーズン今は3分の1程度が終わったというところで、どのようにね、即戦力のルーキーたちが一軍でね、活躍してるのかというところをね、まあチェックしたいなというふうに思って、今日このような動画を撮らせていただきます。はい、じゃあまあ早速なんですけども、ドラフト1位からですね、ドラフト5位までの即戦力ルーキー、5名のですね、成績なんか、を振り返りながら僕の主観的な意見ではあるんですけども、その選手に対する感想なんかもね、ちょっと添えながら言っていきたいと思います。じゃあですね、まず最初、まあドラフト1位から行きましょうか。ドラフト1位の、まあ、西舘投手から行きます。はい。今現状ですね、まあ25試合投げておりまして、防御率が 3.63。で、1勝2敗。で、ホールドが18。で、ウィップが 1.12 という風な成績になってます。僕はね、まあこの成績、まあ中継ぎで 3.63 ってちょっと高いんじゃないかっていう風に思う方いらっしゃるかもしれないけど、これはですね、本当に僕はよく頑張ってると思いますと。で、実際、まあ月別なんかを見てても、まあ4月にね、ちょっと5点台になったりとか、6月ね、ちょっと8点台というところでね、少しこう、ばらつきがあることはあるんですけども、現状やはり怪我せずに1年目でありながら、まあ7回とかね、まあ8回とかも投げてましたか、っていうところも、あったんで、非常に、頑張ってると思いますと。で、非常にいいなというふうに思うのが、まっすぐがね、すごくいいなと思ってて、もともとカットボールとかっていうところが特徴的なね、ピッチャーだというふうに言われて入っていたんですけど、出力という部分がね、非常に、ちょっとね、打たれてた時って、出力が148とか、ぐらいになってたんですけども、最近またね、152、3出すようになってきて、非常に、その、西舘投手のバロメーターというか、打者を抑える、抑えないみたいなところっていうのは、結構ストレートの球速にあるんじゃないかなというふうに思ってて、ある程度やっぱり1イニングという短いイニングで、あれだけの力強いまっすぐとね、コントロールも全然悪くないですし、で、変化球もね、カーブであったりとかカットボール、まあ、フォークボールなんかもありますから、非常にまあ、ある程度操れてるっていうのがあるんで、なかなかね、あれだけの出力を短いイニングで投げられると、バッターもなかなか打てないかなっていうふうに思うので、まあ現状ね、まあ 3.63 というところになってますけども、非常にね、期待できるピッチャーの一人なんじゃないかなっていうふうに僕思います。で、次ドラフト2位のね、森田投手見ていきたいんですけど、森田投手ね、実際、キャンプ1軍かなっていうところありました。で、オールドルーキーというふうに言われてて、27歳という年でね、入ってきましたと。で、まあ、それは船場様投手と一緒の年齢なんですよね、入ってきた年齢がね。で、ちょっと怪我をしてしまって、まあ、手術をしてというところで、まあ、今リハビリ班になってるんで、まあ、2軍、1軍ともに登板がないというところです。で、この間、放置のね、YouTube を見たら、キャッチボールを開始してて、まあ、まだトレーナーさんとのキャッチボールではあるんですけども、まあ、非常に、まあ、順調にね、経過、いってるというところで、まあ、焦る気持ちはあると思うんですけども、やはりしっかり直して、ある程度やっぱ体作って、やっていかないとプロではなかなか戦えないというところはあると思うので、そこはね、焦らずやってほしいと思います。まあ、やはり、コメントでもおっしゃってましたけども、森田投手がね、同期がね、H 軍でみんなこう出てるので、ちょっとこう、そこの悔しさというか、気まずさみたいなものはありますみたいなことを言ってたんで、まあ、そこはね、まあ、一人一人の人生ですし、まあ、野球人生なんでね、そんなにこう、焦ることはないと思うんですけども、やはりね、オールドルーキーというところもそうですし、まあ、社会人から入ってきてるっていうところの、まあ、即戦力でっていうところのね、期待があると思いますから、まあ、そんなね、悠長にしてられないっていうのもあるんで、まあ、焦ってはダメなんですけども、できるだけね、早くパワーアップして、戻ってきてもらいたいなというふうに思ってます。で、次3位の佐々木選手ね。はい、もうこの選手はですね、まあ、非常に、期待されてね、オープン戦でも結果を出して、開幕スタメンというところをね、取った選手でございますと。ただしかし、不振がありまして、まあ、二軍落ちを経験すると。で、今、また上がってきましたけども、今、上がってきても、まあ、ちょっと微妙かなっていう感じはしてますと。で、今現状、成績がですね、42試合、打率2割2分9厘、0ホームラン、5打点。
で、OPS が558というふうになってます。まあ非常に、その、オープン戦のね、印象が強いだけにもっとやってくれるんじゃないかなっていうところは正直あったんですけども、やはり、難しいっていうところだと思いますと、やはり最近で言うとね、社会人から入ってきた選手でも、なかなか野手で、めちゃくちゃ1年目からバリバリ活躍する選手って、まあいますけども、なかなかね、難しかったりっていうところがあるんで、まあそこは、まあ経験しながらだと思いますと。ただ、昨日かな昨日のゲームでちょっと見逃し三振、空振り三振というところで、で、ショートフライというところで、内容が全然良くなかったっていうのがあるんで、もしかしたら今ね、2軍で、若林選手がね、レフトで出場を今日してましたし、そういったところで、もしかしたら1軍にポンって上がってきて、佐々木選手のスタメンが奪われるみたいなところも十二分に考えられるかなというふうに思うので、まあ、うかうかしてられないだろうなっていう風なね、1年目ではあるんですけども、うかうかしてられないだろうなっていう感じはね、すごく、見ててしますと。はい。で、次、4位ですね。4位の伊豆口選手見ていきたいと思います。伊豆口選手の僕の最初の印象っていうのはですね、まあ、守備の選手というか、まあ、まあ、門脇選手にはなかなか勝てないだろうというのが見立てでした、正直ね。だけども、あまりにもね、門脇選手の調子が悪いと。で、守備でもちょっとポロポロするっていうところがあったんで、まあ、どうしたものかっていうところで、まあ、伊豆口選手をショートに入れたところ、なかなか結構守備もちゃんとやるやんっていう評価でね、非常に、まあ、打撃も今、現状見ても38試合で1割9分6厘っていうところで、あんまり高くはない、あんまりというか、高くはないんだけども、それ以上にまあそのいろいろね、貢献度が高いというか、まあ進塁打であったりとか、まあ粘ったりとか、そういったことは非常に長けてるのかなというふうに思うので、まあ主戦というか、まあレギュラーになっていくかって言われたらそうはわからない。それは泉選手のこれからの頑張り次第だと思うんですけども、まあ非常にそのサブとしてもですね、非常にいい選手ではあると思いますし、現状ね、門脇選手がこのような状態っていうところで、誰行くのっていうところでは、一番、伊豆口選手が適任じゃないかなっていうふうに思いますと。はい。で、守備なんかもね、非常に、まあ、足が速いかって言われると、足はそこまで速いようには見えないんですけども、意外と守備範囲をね、広かったりとか、肩が少し、弱いかなっていうところは、もしか、微妙ですけども、門脇選手の方が強いなっていう感じはありますけども、やはりまあ、ワンバン送球をしたりとか、うん、そういったところでカバーしながらね、まあ堅実な守備っていうところを掲げてね、やってるような感じはあるので、そういったところで非常にね、今チームの8番かなっていうところを打ちながら貢献をしてくれてるんじゃないかなというふうに思います。で最後マタキ投手ですね。マタキ投手、僕非常にこれ、入ってからじゃないわ。ドラフトを選ばれた時に、動画見た時に、めちゃくちゃいいピッチャーやなっていうふうに思ってました。うん。なんでかっていうと、その、フォームと球のギャップがあるので、結構ゆったりしたフォームからピュッてね、ストレート投げ込むっていうのがあるんで、バッター刺されやすいんじゃないかなっていうのを思って、非常にコントロールもまとまってて、いい投手だなっていうのが初めの印象です。で、今現状で言うと、まあ、2登板しておりまして、どちらも先発で、防御率が 1.93。うん。で、ですね、0勝0敗。で、ウィップが 1.61 というふうにやってます。まあ、この間ですね、西武かな西武の時に初めて先発をして、6回で0失点。で、この間のヤクルト戦で、先発、急遽ね、菅野さんが腰痛で、急遽ね、先発して、まあ、3回と3分の1投げて、まあ、2失点っていうところ。でした。で、まあ、これ先見ても、まあ、1.93 というところで防御率いいじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、僕が見る感じではね、ちょっとね、危なっかしいピッチングはしてるなっていうのが正直なところなんですよね。なぜかというと、ちょっとね、フォアボール多いんですよね。うん。で、まあ、安倍監督も真ん中で行けって、ゾーンで行けっていうふうに常々言ってますし、まあ、西武戦ね、初先発だったんで、まあ、少し難しかったところはあると思うんですけども、まあ、この試合ね、6イニングで6個フォアボール出してるんですよね。で、ヤクルトの時は、まあ3回で2個フォアボールなんで、ちょっとね、多いなっていう感じはしてるんで、あんまちょっと狙いすぎてる感じはあるんでね、四隅投げようっていう感じはすごく感じるんで、まあそんなにね、四隅投げようと思っても投げれないもんですし、菅野さんでもね、なかなか投げれなかったりとか、ボールになったりというところがあるんで、そんなにね、きちきちに四隅の、ここにね、角に投げんでも、バッター打ち取れていけると思うんで、最後にね、落としていったらいいと思うんで、初めのね、追い込むまでは、もうゾーンで、ね、勝負していってもらいたいと思うし、で、ストレートもね、非常にキレのいいまっすぐ投げてますから、ファールも取れると思うんでね、
そういったところで、変にね、変化球、変化球って言って、で、苦し紛れにまっすぐみたいな感じで言って、結構打たれることがね、この間のヤクルトでもあったんで、そこはね、もう初めからもうゾーンで、もう変化球もまっすぐもゾーンでいいからっていうところはね、キャッチャーと、話し合ってね、もう本当に自信持って投げてってもらったらいいと思うので、実際防御率もね、1.93っていうところで悪くないので、悪くないとかいいので、そこのフォアボールっていうところをしっかりね、やっていければ、面白いピッチャーになっていくんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、まあ、即戦力と言われて入ってきた選手たちは、今現状、どのような形で、チームに貢献できているのかというところを見ていきました。はい。まあ、僕、前撮った動画で、この選手たちが5年後全員いるかわからないっていうふうなね、もしかしたら全員消えてる可能性もあるよっていうふうなことを言ったと思うんです。実際それは、あると思いますし、ただね、この選手たちが、まあ1年目から、そうですけども、しっかり活躍してれば、5年後もね、全員残ってると思いますし、そこはね、未来はわからないんですけども、まあ現状、まあ森田投手以外はですね、まあ1軍でね、まあある程度試合に出て、頑張ってるっていうところがあるんで、非常に、期待できるルーキーたちなんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお願いします。じゃあね、バイバイ。